申し込む。トロサーモン久保田相方の賞金搾取の手口をマネジャーが暴露。L-1 グランプリ2017で優勝したトロサーモンが言った放送のカンテレ岡ベロに出演。久保田和信が優勝賞金1000万円を相方の村田秀明よりも多めに搾取する手口がマネジャーによって暴露された。久保田を無理やりトイレに行かせて暴露トークはスタート。マネジャーは久保田がクズ芸人と言われるのを体験しましたと切り出し、 M-1 優勝賞金の分け前について久保田から電話があったことを明かした。割合を俺の肩が多めにしてくれって、俺の肩がネタ書いて頑張ってるって話があってとマネジャー。さらに久保田は俺の肩が550万、村田が450万にしてくれ、村田とは話をつけたと言ってきたという。優勝賞金は高額なためマネジャーは念のために村田に確認をしたところ、聞いてないよと、そんな話は行われてなかったと衝撃の事実が明かされた。岡村隆史が「ええ、勝手にあいつは」と驚きの声を上げる中、村田も口を開き、これは2人で力合わせて取ったもんやから半々にせんかと言ったら、古舘さんみたいにバーってまくし立てられて、最後はああわかったっていう風になりましたと久保田の剣幕に圧倒されて異文を飲んだことを打ち明けた。その後スタジオに戻ってきた久保田は何食わぬ顔で、今まで賞金に関しては僕がちょっと多めにもらってるんですよ、 ABC の時もトシレット過去にも勝手に賞金を多めに取っていたことを告白。村田からそうなん ABC の時もと問いただされても、そうやお前が気づいてないだけや、俺もらってるもんと当然と言った顔。僕はこのコンビのリーダーでエンジン、お前は車体と自分の正当性を主張していた。